パチパチ。よかった。一度やってみたかったの。これやると一気に配信感出るよね。うん。あ、この前さ、ワイヤレスイヤホン買ったんだ。いいな。私も欲しいな、ワイヤレス。最近みんなしてるな。早速使いたいと思って、電車の中でね、ちゃんと接続できたと思って、さて聞こうと。うんうん。なんか音出ないのね。え、まさかの不良品か。不運だな。音量上げたんだよね、思いっきり。そしたら斜め前の人がピクッと立ち上がってさ、その人も買ってたんだよ、同じの。絶妙に不運だな、その人。それだけなら良かったんだけど。なんだ、その話終わりじゃないのか。いや、あのね、歌の自主練の録音聞いてる途中でさ、志保が歌ってるやつかけちゃったんだよね。おい、ほのかちゃん。最終的に不運なのはこっちじゃないか。何してくれてんだか。ごめん、あれ一度聞くとやみつきになるんだよね。あのお経ラップ。こいつ死なす。そのために録音したわけじゃないんだが。お経ラップ食いつかない。はあ、コメントまで。どうしよう。見てる人聞きたいってたくさん。ほのか、松代までの覚悟はいいか。いや、この際みんなにも聞いてもらうしかない流れだよ。でも。そうだよね。はーい、仕方あるまい。じゃあ流すね。おい。あ、スマホがない。はあ、じゃあ私のスマホにあるからそれでいいな。だが新作しかないが。新作聞きたい聞きたい。焦るな焦るな、ワイヤレススピーカーがあるから接続してからだ。あ、そうだね、みんなにもちゃんと聞こえるように。なんかドキドキする。期待してくれるのか。あざますあざます。では再生。あれ、ん、どうしたの志保ちゃん。再生してるんだけど音出ない。もっとボリューム上げてみるか。音出ないね。じゃあマックスで。いや、これで最大だが。は、どうしたの。スピーカーがない。そういえばさっきマイカがお風呂で聞くんだって持ってったよ。はあ、え、マイカ怒鳴り込んできそうだな。よし、終わりとするか。そうだね。ええ、みんな見てくれてありがとう。月ほのかでした。バイバイ。じゃあ皆の衆達者でな。いいの。ほら早く。むついしはるなでした。ありがとう。